トラジェンスセミコンダクター株式会社はピュアデジタルオーディオ製品向けの IC 設計とソリューションプロバイダー事業を行うベンチャー企業である。法政大学からスピンオフしたトラジェンスは2006年に東京に本社を開設した。独創的な技術であるドノートの開発を続けることで PC 向けオーディオ製品を革新する可能性が注目されるととともに2012年に インテルキャピタルより最初の第三者投資資金を獲得した。それをきっかけとして産業革新機構、ニットクエンジニアリンググループ TDK 社からも出資を受けている。ドノートは新しいオーディオ伝送システム用に設計されて今のデジタル製品開発であります。日本で開発されたドノートシステムは世界中で特許を取得しています。ドノートは デジタル回路のみで設計されており、どのような CMOS プロセステクノロジーにも実装可能です。ドノート技術により現在のコンシューマーオーディオ製品に必須のハイレゾデジタル信号が忠実に直接スピーカーへ伝送されます。マルチボイスコイルを採用するドノートはデジタル信号のみスピーカーを直接駆動させることができるのに加えて、 従来の3分の1の電力消費で、クリアで高音質なオーディオ出力信号を実現しています。トラジェンスドノート技術は、理由のユニークなデジタルオーディオ伝送技術を、2013、東京都ベンチャー技術大賞を受賞しました内蔵、ドノート技術オーディオテクニカ ATH、DSR-QBT デジタルブルートゥースヘッドセット、ために、ユニークなデジタルオーディオ伝送と優れた音質で、 2017年に、米国コンシューマーエレクトロニクス賞の展覧会は、イノベーションホノレイアワーズ賞を取得。ドノート内蔵のデジタル技術クラリオン ZH700FF b l u e t o o t h ヘッドセット、ために、ユニークなデジタルオーディオ伝送と優れた音質で、2017、ドイツイフ、デザイン賞。ありがとうございます。